セロリのすすめ、セロリを食べて炎症を緩和しよう。セロリは歯ごたえがあって、さっぱりした味わいの野菜。サラダにも火を通した料理にも利用できます。あの独特の風味が大好きという方もいらっしゃるでしょう。でもセロリは美味しいだけでなく、最もヘルシーな野菜の一つでもあります。セロリの秘密は、香り高い成分を含んでいる種。炎症を防ぎ、体内から毒素を排出するのを助けるエッセンシャルオイル、精油をたっぷり提供してくれます。今回は、セロリを毎日の食事に取り入れることをおすすめするとともに、その理由をご説明し、セロリを使った美味しいサラダのレシピもご紹介します。セロリの健康効果って、野菜の研究家たちは、セロリを購入する際、色が最も明るく、茎が太くて密度が高く、しっかりしたものを選ぶよう勧めています。柔らかいもの、茎の上部が白っぽくなっているものは避けましょう。セロリは湿ったペーパータオルに包んで冷蔵庫に入れておけば、3、4日は品質を保つことができます。食べる前に茎の底の部分を少量の水につけるとみずみずしさが戻ります。さて、購入してきたセロリを前にこれを食べるとどんな効能があるのかな、と首をかしげていらっしゃることでしょう。以下、セロリの健康効果をいくつか挙げてみます。1、強力な抗炎症作用がある。セロリの最もユニークな効能の一つは、炎症を緩和する作用です。これは、セロリに含まれているポリアセチレンという成分のおかげ。体内から毒素を排出して健康的に痩せる手助けをしてくれるだけでなく、リウマチ性関節炎、骨関節炎、痛風、喘息、気管支炎などの症状を緩和する働きもあります。2、セロリは食物の調整役。セロリが食物の調整役とは、一体どんな意味なんでしょう。セロリは、タンパク質や、体力と活力を与えてくれる栄養素を含んだ、主要なエネルギー源ではありません。セロリとキュウリは、カロリーが低く、浄化力と水分補給力に富んだ野菜です。この二つの野菜は、身体が必要とする化合物を含んでいるおかげで、ミネラルのレベルを調整し、体内を浄化することによって、内臓の働きを調整するのに役立ちます。セロリは、水分、食物繊維、カリウム、ナトリウム、ビタミン C、ビタミン E、葉酸、カルシウムが豊富です。3、セロリのダイエットの見方。最初にお話ししたように、セロリのユニークな効能の一つは、アピオールリモネンソラレンアルピーナなどの精油成分にあります。セロリの利尿作用はこれらの成分のおかげ。また、胆汁の生成を促し、消化を促進します。セロリのもう一つの効能は、満足感を与えてくれること。毎日セロリを使ったグリーンスムージー飲んで、
水分を補給し、体内を浄化するとともに、間食を防ぐことをお勧めします。4. セロリは心臓を守る。セロリに豊富に含まれているスタリドという化合物には、動脈の周りの筋肉を弛緩させ、血行を良くする働きがあります。また、セロリは悪玉コレステロール、LDL 値を減らし、コレステロールのバランスを保つのに最適な野菜の一つであることもお忘れなく。炎症を緩和するセロリと青リンゴのサラダ。セロリの健康効果を漏れなく利用するために、青リンゴとナッツが入った美味しいセロリサラダを作ってみましょう。ヘルシーで手軽にできますし、鮭または鶏肉のレモン添えのフクナーにぴったり。どんなダイエットプログラムにも組み込める優れた一品です。早速メモして試してみましょう。材料、青リンゴ1個、セロリ2株、レタスの葉、大、5枚、アルギュラ 100g、エンダイブの葉1枚、くるみを刻んだもの5個分、レモンの搾り汁、5分、マスタードシード、味付け用、適宜、蜂蜜、小さじ4杯、白胡椒、味付け用、適宜、エクストラバージンオリーブオイル、少々。作り方。まずセロリと青リンゴを洗い、どちらも一口大に刻みます。リンゴは皮を剥く必要はありませんが、種はきちんと取りましょう。くるみを刻みます。別のボウルで、レモンの搾り汁マスタードシード蜂蜜を混ぜ合わせます。それから、オリーブオイルと白胡椒を加えてください。これがドレッシングになります。あとは簡単です。お皿を選び、レタスアルギュラエンダイブを置いてから、リンゴ、セロリ、くるみを混ぜ合わせたものを上に乗せます。最後にドレッシングをかけたら、とっても美味しいサラダの出来上がりです。ランチメニューとして理想的な一品で、どんなダイエットプランにも最適です。ぜひお試しください。